宇宙一バカな侍だ、この野郎。ちわこの男、坂田銀時、かつて白夜叉と呼ばれ上位戦争でアマントに恐れられた男。にゃー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 、やかましいんだよ。発情期ですか。高杉が江戸に戻ってきた。なんだろこの船。最近ここいらで辻斬りが流行ってましてね。刀というよりは使用者に寄生することでその体をも操る。何それ、寄生獣じゃん。上位浪士で最も過激で危険な男。強力な武装集団を作りクーデターを起こすのが奴の狙い。かつて共に戦った盟友たちが揃いも揃ってこのざまだ。銀さん、銀時、お前はこの世界に何を持っていける。俺には守りてえもんができすぎた。愛するって決めたから、愛して見とけ。遅くなってすまなかったね。よし乗り込め。新選組は死なねえ。これは命がけの戦いです。俺はただ壊すだけだ。いつからたがった俺たちの道は。いろんなもん背負って頭抱えて生きる度胸もねえやつはカッコつけてんじゃねえ。死ぬなよよろずや。しかとその目ん玉に焼き付け。笑って泣いて熱くなる天下無敵の痛快アクションエンターテインメント、銀玉。カブトガリじゃ。ああそうそう、本当はね、あのコメディーなんだよね。って真面目にやれよお前ら。